道明寺天満宮は、大阪府藤寺市にある神社。旧社格は豪社。埴輪を作って、巡視の風習を変えた功績で、水人天皇32年に、野見のみのスクネは、長瀬神の生徒この地を与えられた。そして、その子孫である恥氏は、野見のみのスクネの縁祖である、天の保避の命を祀る長瀬神社を建立した。仏教伝来後に、恥氏の宇治寺である長瀬寺が、 長谷神社の南側に混流され、やがて神宮寺となった。伝承では、水古天皇2年に、聖徳太子の発願により、長谷屋島がその屋敷を寄進して長谷寺としたという。この端市からはやがて、菅原市や大江市、秋篠市が分流していく。平安時代、長谷寺には、菅原道真のおばにあたる角樹にが住んでおり、道真も時々この寺を訪れている。 この寺のことを、故郷と呼んだ詩もある。正体四年、道真は、大財布に左遷される途中に当社に立ち寄って、各樹にとの別れを惜しんだ。道真以外の品と伝えるり、鏡等が神宝として伝わり、六天が国宝の指定を受けている。天略元年には、道真時刻と伝える十一面観音像を祀って、長谷寺を道明寺と解消し、同時に、 長谷神社内に天馬宮も創建された。神仏集合が進み時代が下ると、道真ゆかりの地ということで、道明寺は学問の神としての信仰を集めるようになっていき、長谷神社も天馬宮が中心となっていった。天正三年、織田信長と三好安長が戦った高屋城の戦いで、社殿、五十頭などを消失したが、同年中に、信長から寄進を受ける。 天正11年ついで、文禄3年には、豊臣秀吉から、後には江戸幕府からも寄進されている。車両は174国である。寛永10年には石川が反乱したため、道明寺が天馬宮境内に移転し、道明寺本堂が天馬宮本殿のすぐ西隣に建てられるなど両者は、やがて一体化していった。1872年神仏分離を行うこととなり、 道明寺の御坊のうちにの室が新職化となって6月に天魔宮は長谷神社に改称した。翌1873年9月に道明寺は分離し、道を平立てた西隣の地に移転した。1877年の明治天皇行幸の際に当社は安在所となった。1952年に長谷神社は道明寺天魔宮と改称する。現在も 学問の神として、地元の人々に親しまれている。また、境内には80種800本の梅の木があり、梅の名所として知られているとともに、大阪緑の百選に選定されている。当社の南には50道跡の礎石が残る。以上、当時代、または平安時代初期、週刊朝日百科日本の国宝の解説は、硯は、当の製品、 くしは、統製の可能性が高く、帯と鏡は、統製品を模した、日本製とする。笹山総スメ鏡は、白銅製で、鏡径20センチメートルの円鏡であり、鏡は、鏡箱ともに、文様表現や、製作技法から、鎌倉時代に作られたと推定される。笹山巻鏡箱は、鏡の背面とほぼ同じ笹山ん分様が、巻絵で表されていることから、 鏡と箱が一体のものとして作られたと見られる。作者は、微前国オサフネ派の流れを組む秀光であり、南北朝時代の作品と考えられている。三葉がやや細身であり、秀光の属した流派である、小藩派の特色がよく現れている。美術的価値が高い作品とされる。菅原道真が、左遷先の太宰府に到着した新人の際、襲来した無数の恥を、 一軍の嘘取りが飛来して蜂を食い、人々を救ったという故事にちなみ、参拝者たちが授与された木彫りの嘘取りの入った袋を、買えましょう、変えましょうという掛け声と共に、周囲の人と交換し合う行事である。近年では、演技として一年の行事を嘘に変えるや、嘘を誠に変えるなどの願いも込められている。太宰府への左遷の見事乗りを受けた。 菅原道真が道明寺に立ち寄った際に、あたり一面は、菜の花が咲いていたとされる。道真の太宰府下校後に、各樹二校が毎日掛け前を据えていた飯を粉にして、梅の実の形にした黄色の団子をこしらえたところ、病気併憂の会があるとして、参拝者がこぞって団子を求めたことに由来している。現在では、河内に春を告げる神事として、 菜の花が備えられ地語行列が行われる。また、梅の形をした菜の花色の団子が参拝者に授与される。所在地交通アクセス。ありがとうございます。